そういえばね、最近皆さん思ったことがあるでしょ。それが、ゲーム実況者、または YouTuber、タイトルとサムネ盛りすぎ問題。なんか、ミシク声とかね。あとなんか、レジェンド迷彩声とかね。もうそんなわけないや、これ。もう、これ特殊迷彩見たら、全くミシクの方が見やすいや、みたいな。そういうね、ツッコミ、お叱りいただくんですけど。でね、今回は、ガチで俺が、心の中から、こいつはミシクを超えてるとか言う。あとはまた、こいつはレジェンド迷彩より絶対、絶対に見やすいっていうエピック迷彩ですね。この紫のやつをまとめて紹介してこようかなと、紹介していこうかなと思います。というのもね、このストアの方からたまにね、このクレートとか、これかラッキーボックスとか、あとこれ一押しのやつでね、確かこれ一押しのやつは人によってランダムなんですよね。だから俺がこれ出てるやつも、あ、ちょっと待って、ほら、こんな感じに、俺がね、これ欲しかった ASM っていうのね、まあこれちょっと動画撮ってないんですけど、まあてな感じに、この一押しとかでたまに出てくるんですよ、再販で。ね、まあもう一度言いますが、ここに出てるやつは、俺とみんな違いますから。俺が出てるやつと皆さんのね、あの COD モバイルのアカウントで出てるやつ違いますから、だからここでその再販とか来たやつで、今回俺が紹介していくやつ、もしあったら、買って。で、今回は、レジェンド迷彩も紹介しているんで、この、一押しのところのレジェンド迷彩、こっからですね、こんな感じに、まあ、LMG のハデスとか SMG とか、まあ、例えば、まあ、適当にね、これ MSMC で確定するんやったら、ここで、これこんな感じに、スペースリターンドローンとか、が、再販で来るよ、みたいな感じのことをできるんで、今回俺が紹介していた迷彩の中に、こういう再販だったり、あと、レジェンド迷彩のこの一押しとかね、買えるやつがあったら、買ってみて。それではまず一つ目のあるスケールも AK117 の特殊アイアンサイトです。それがこちら。これね、ブラックローズ迷彩って言うんですけど、これ俺が1年ぐらい前に紹介したやつだったんじゃないかな。これクレートから入手できるやつですね。で、一応ね、この AK117 のレジェンド迷彩である、まあ、有名なやつ、ホリデーとかっていうのは、わかりますかね？ちょっと太いんですよ。この横がね、横がちょっとおデブちゃんなんで、今回紹介するこのブラックローズっていうのは細いんですよね。しかも、わかりますこれ？何言いたいかわかります？重心が細い、プラス、このブラックローズ、迷彩自体が全くブレないんですよね。さらに、このボディも真っ黒でかっこいいと。まあ、派手が、派手じゃないと。まあ、俺ね、派手じゃないのが好きなんよね。だから俺、大阪のおばちゃんの、虎柄のね、コートとか見ると吐き気するんで、ジンマシンするんで、嘘っすよ。なんでね、こういうシンプルかつ、見やすい。しかも、この細い、わかる？ここ、こういう感じ。こいつはこうで、さっきのね、ホリデーはこんな感じなんよ。わかります？俺の言いたいこと。まあ、おすすめです。それでは続いて、まあ、これは有名でしょう。LK 環境の時にめちゃめちゃ流行りましたね。アメジストサイベント。これ、なんとですよ。バトルパスから入手できるんですよね。確か COD モバイルって、バトルパスの過去のやつ変える機能ありましたよね。俺はね、これバトルパス確か全部買ってたからあれなんですけど、ほら、こんな感じにバトルパス金庫っていうところから、ほら、見てこれ。過去のバトルパスとか確か変えたんよな。これでなんかチャイコムの昔のやつが変えたり、これでアメジストサーペントないかな。あ、これじゃない？違うか。これちょっとね、バトルパス金庫ってやつで過去のやつすべてを、まあ、巻き戻して変えるのかは知らないんですけど、まあ、これでね、もしそのバトルパス金庫の中にこのアメジストサーペントがある、バトルパスの迷彩とかがあったら、購入した方がいいですね。一応ね、LK24 自体、デフォルトのアイアンサイトがクソっていうのはもちろんなんですけど、このレジェンド迷彩、もう確かに見やすいんですよ。プロゲーマーとかも大体こっち使ってるんですけど、もしこのレジェンド迷彩がないって場合、今回のそのアメジストサーペントで何がいいかっていうと、バトルパスでね、安いんですよね。しかもこっちでも全然見やすいし、まあこっちの方がボディが好き。こんな感じわかるこれ。なんか、洞窟に埋まってそうな武器感。ね、全くちょっとわかんないんですけど、みんなもわかんないと思うんですけど、これ、こっちの方が好きっていう人も、まあいると思うわ。それでは続いてなんですけど、RPD の、オーヴィット。オーヴィット君に関しては、確かね、これコルダイトの副産物か。コルダイトの副産物のやつで手に入れれたような気がする。アイアンサイトもね、3D サイトっていうことで、まあ文句なしの見やすさ、視認性、無駄がない、スッキリ。そして先ほども紹介したんですけど、このストアの一押しから、これちょっとね、まあリフレッシュ、先やっちゃったんであれなんですけど、ここでコルダイトですね。コルダイトを選択したら、多分副産物にこの RPD のオービットあるんで、お金に余裕のある方は買ってみてください。それでは続いてなんですけど、これはちょっと Y の自慢枠になるかな。それが、オマオのカーディナル迷彩ですね。で、このね、カーディナル迷彩。まあこんな感じなんですけど、まあ、通常のオマオよりかは確実に見やすいサイトと。で、こいつの何がいいかっていうと、なんとね、こいつね、
2万っすね。2万クレジットで手に入る限定、だから期間限定のやつだったんですよ。これはちょっとね、俺今回自慢枠みたいな感じになっちゃってるんですけど、ストアあるじゃないですか。クレジットで買えるね。ここのね、確かこのアイテムっていうところに2万 CP で売られてたような気がするんよな。まあ、またはクランやったような気がする。クランでね、2年ぐらい前に、このカーディナル迷彩っていうやつ、この、まあ、ストアに売られてたんですよ。当然ね、過去に AK117 環境があって、AK117 とオマンオで争っていた時があったんで、このカーディナル迷彩ね、CODモバイル界で最強プロゲーマーと言われた、ニアさんとかもね、使ってたカーディナル迷彩となります。でもね、カメさんそれって期間限定なんでしょ？もう手に入れれないんでしょ？そうです。だからさっきも言いましたね。今回は俺の自慢枠と。それではついてなんですけれども、ゴールキーパー間違えた。ピースキーパーっすね。おもんないぞ。ピースキーパーのスパインラトルってやつ。これがね、またね、もうミシック迷彩買うぐらい。これね、一時期ピースキーパー環境あったじゃないですか。俺がめちゃめちゃ文句言いまくってた環境。で、そこで、ミシック迷彩アーティファクト。全く使われてなかったです。驚くほどね、使われてなかった。もうなんか、こいつを使うんやったら、ドットサイト使った方がいいんじゃないかみたいな、感じのですね、風潮があったとか、なかったとか。で、そこでスパインラトルなんだよな。これね、骨迷彩って言われたんですけど、なんとバトルパスで手に入る、迷彩なんですよね。まあ、先ほども言いましたが、バトルパスはね、過去のさっきの、バトルパス金庫ってやつから、過去のやつ変えたりしますんで、皆さん全然それを見てください。で、こんな感じですね。まあ、この横このクワガタめっちゃ邪魔やけど、ここの部分ね。ハサミでこうやってピシーンって切ってやりたいんですけど、ピースキーパーを愛用する方は、ぜひぜひ買ってみてください。先ほども言いましたが、このスパインラトル迷彩に関しては、日本のプロゲーマーほとんど使ってた迷彩となりますんで、まあ、絶対にミシック超えてます。絶対に。絶対ミシックより見やすい。てか、ミシックがゴミすぎるピースキーパーのやつに関しては。これですね、アーティファクト。こんな感じ。ほら、ゴミなんですよね。なんか、ちょっと、なんかこの、先っちょの部分、敵を捉えにくいし、なんか俺が言いたいのは、この真ん中のやつ、これ。ここの部分、とんがっててほしいよ。よくね、出る釘は打たれるとか言いますけど、まあ、この子には、出てほしいですね。もう、抜きん出てほしい一人だけ。それでは続いては、アスバレルのレッドアクション。もう、俺の動画だったら、お決まり、なんじゃないでしょうか。こんな感じですね。バッチクソ見やすい。確率にね、そのアイアンサイトっていうのは、このダブルエッジがゴミなんだよな。ダブルエッジに関してはね、このダブルエッジ、あ、間違った。ダブルエッジっていうのは、このわかる、キルエフェクトもゴミだし、あ、でもね、サイトもゴミなんやけど、銃声はめっちゃ気持ちいい。このパサパサパサってやつ。こいつだけ弾じゃなくて、なんか釘みたいな。ほら、わかる？弾痕見たらわかると思うんですけど、刃を飛ばしてるんですよ。なんでね、割とコンセプトは、このミシック迷彩面白いんですけど、でも、そのアイアンサイトの見やすさで言うんだったら、こっちのレッドアクションの方が間違いなく見やすいです。多分ね、アスバルの中で、全武器、まあ、トップクラスなんじゃないかな。迷彩のこの見やすさに関しては。あと、やっぱりこのボディね。あー、かっこいい。あー。それでは続いては M13 っすね。まあ、M13 って、いっぱい見やすいサイトがあるんですけど、その中でも特に俺は、コバートキャノピーっていうね、この、これ、傘迷彩って言われてるんですけど、確かこれ傘がモチーフになってた迷彩っすね。うん。なんで傘迷彩って言われてるのかやっぱ知らん。でもなんか傘迷彩って言われてる。これはね、確かバトルパスのスキンでですね、やっぱりね、ミシックを買うぐらいだったら、まあこっちの方が金銭的に優しいじゃないですか。お財布にも優しいと。俺は、まあ約2万円のモーニングスター、このミシック迷彩を買うぐらいだったら、こっちのコバートキャニピーを買った方がいいんじゃないかなと思ってます。一応ね、レジェンド迷彩とかあるんですけど、でも微妙なんよな、こっち。まあ、特に、うわぁ、なんかこの変なこのウルトラマンのエヴァンゲリオンのボディみたいな、なんか変なレフトウィングとライトウィングがついてるんでね。俺はちょっと、まあ、好きじゃないかな。あ、でもこれ、キレイベクトとはかっこいいんですけど、やっぱりこの M1 さん、まあ、その初心者、ね、お財布とかの優しさで言うんだったら、このコバートキャノピーなんじゃないかなと思ってます。もう一度言います。傘迷彩ですね。傘迷彩。それでは続いては、ケツの穴ホルガーのジャックランタンですね。これは確かね、ハロウィンイベントですね。ハロウィンイベントで手に入る、10月ぐらいに手に入れた迷彩だったんじゃないかな。一応ね、こいつ、まあ、ミシックより見やすいっていうことはないんですけど、そのミシックを取り逃してしまったっていう人、ミシック迷彩っていうのは、リフレッシュできないじゃないですか、さっき紹介したやつね。で、これ多分、ジャックランタンはリフレッシュで、再販、ね、自分で、どういうタイミングでも持ってこれると思うんですよ。でも、このミシックの、
ダークフロンティアっていうやつに関しては、なんかそのね、あの、ワンシーズンに一回なんかたまたま来るとか、もう機会が全くないじゃないですか。だから一回そのね、電車を逃してしまったら、まあ、あと1時間2時間待たなあかんっていうことになってしまうと、どこの田舎の駅やねんみたいな感じのこう話なんですけど、でも、このジャックランタンに関しては、あの、さっきのレジェンド迷彩おすすめのストアのリフレッシュをすることによって、まあ、どういうタイミングでも手に入れることができると。さらにね、このスキンもまた、ええんよ。まあ、聞きました？なんかね、わーみたいな。やっぱハロウィン、ザ・ハロウィン。ハロウィンを管理させるね。いつでもどこでも、365日ハロウィンやっていう。そういう気分にさせてくれます。アイアンサイトもめっちゃいいし。まあ、ヒレイベクトもええね。あ、みたいな。シャムゲームズみたいな割れ方しやがってね。まあ、これで敵を煽ることもできると。それでは続いては、救急隊ですね。救急隊もね、また俺がそのコレクションしてるっていうのもあるんですけど、特殊アイアンサイトが多いんですよね。なんで、かなり迷いました。で、俺がチョイスしたのは、ゴールデンディクリですね。これはね、俺過去に何度も紹介してるんですけど、ほら、3D サイトなんだろうな。約束された 3D サイト、さっきのもね、RPD の帯と、3D サイト、紹介しましたが、これほんまに最高最高ってな感じで。で、これはね、おでんの副産物ですね。なんでね、その未熟迷彩のおでんの副産物なんで、ちょっとタイミングはね、難しいかもしれないんですけど、おでんのドローが来た時に、まあ、こいつも副産物で、やってくると。まあ、約束された 3D サイトの見やすさですよね。一応ね、デュアルキネティックとか、未熟迷彩あるんすけど、まあ、こいつもそこまでね、まあ、確かにその未熟なんで、その見やすいのは当たり前なんですけど、でもこいつ5万円なんですよ、これ。ちなみに。いやいや、未熟3万円、いや、じゃあ、未熟は約2万円じゃないですかっていうね、コメントも多いんですけど、これレベルマックスなんで、これレベルマックスにするには5万円ぐらいいるんで、これだから5万円のサイトっすね。これ5万円のサイトと、で、さっき、ゴールデンリクルでしょ？ってなると、まあ、絶対こっちの方がコスパいいんで、一応、救急内に関しては、フラットやったり、あとシグルーンとかトレンドセッターとか、まあ見やすい特殊アイアンサイトっていうのはあるんですけど、まあ俺が特にお勧めするのはゴールデンディクリかな。それでは続いてはフェネックの、まあミシック超えではないかもしれんね。ミシックと同等レベル。このアセンディットってやつを持ってないっていう人は、このデスエンジンですね。まあこいつは一応クレートで手に入るんで、クレートやったらね、まあワンチャン10連とか20連とかで手に入る可能性があるんで、このフェネックのミシックを持ってない人は、デスエンジン。でもいいね。これね、疑似ミシックって言われてまして、なんか俺が疑似っていう言葉使うとエロくないですか？はい、思んないですよ。とりあえずね、プロゲーマーでミシックのフェネックを持ってないっていう人は、まあ、ほとんどがこのデスエンジン迷彩を使っていました。さらに、フェネックっていう迷彩自体、ノーマルのアイアンサイトがかなり見づらいんで、ドットサイトとかっていうのが必須になってくるじゃないですか。だからそこで、その SM 人生の人は、まあ、アセンディットだったり、あと、ベノムコイルとかね、あと、まあ、このデスエンジンとか、さっき紹介したやつとか、あと、ザカエフとかね、っていう特殊迷彩、特殊アイアンサイトがないと、抽象されるっていう、嘲笑われたりするんで、他の SMG 勢から。え？あいつ、フェネック、え？ドットつけてる。ドットつけてるってフェネックに、お金は、はい。みたいな感じに、ちょっと気を使われるんで、SMG 勢の人でフェネックを使うっていう人は、何か一つ持っておきましょう。そこで俺は、デスエンジンをおすすめします。それでは続いてなんですけれども、CBR4 からフローレス迷彩です。まあこれに関してはね、皆さんもご存知の通り、最近リリースされたね、ドローから手に入るやつですね。ほら、こんな感じに 3D サイト。一応ね、他にも CBR4 にはアメーバとか、まあラティスでもいいかもしれんけど、あとデンジャークロスとかね。まあこれ結構似てるんじゃないかな。ほら、こんな感じに。だが高し。まあ俺は今回の、個人的には今回のね、このフローレス迷彩の方がいいと思ってます。こいつに関しては、先ほども言った通り、今日追加されたやつ、昨日追加されたやつ、流星の剣鉄の、この、副産物にね、あるものなんで、今回の動画を見て購入することも検討してみてはどうでしょうか。まあ、何がいいかっていうと、全部回しきらんでも、副産物やから、まあ、2000CP とか、3000CP とか、1000CP とかで手に入る可能性があると。それでは続いては BY1 号からプログレード迷彩ですね。これね、実はさっき紹介した CBR4 と同じ流星の剣っていうドローから手に入るものとなっています。一応ね、この中でまあ 3D サイトとは言えないかな。3D サイトとは言えないんですけど、まあでも通常のアイアンサイトのやつよりかははるかに見やすいと。一応この BY15 には、ボバブラッサーっていうね、こんな感じに、まあ、タコさんがね、まあ、モチーフになっている、レジェンド迷彩があるんですけど、見ての通りかなり見づらいと。こんな感じ、わかるかな？こんな感じ。このなんかカイドウみたいな、ね、百獣の王カイドウみたいな感じの、そういう角みたいなのがあるんで、これが非常に邪魔。しかも俺個人的には、こいつめっちゃ嫌い。一回ちょっと1万円で殴るって言ったら俺多分1万円払うと思う。わかる？
銃声大きくしてると思うんですけど、ジュピョンみたいな、スプラトゥーンリスペクトのようなね、銃声となっていますんで、こういうちょっと可愛らしいようなね、俺銃声好きじゃないよ。あ、たるんでんね、銃声が。となれば、やはり BY15 の中で使える迷彩といえば、今回、追加された、今回のドローで追加された、プログレード迷彩となってくるんじゃないでしょうか。うん、普通にかっこいいよね。しかもボディも、こんな感じに、ちょっと凝ってると。これ何が流れてんのかなこれ。オイルか。オイル交換します?それでは続いて SKS ですね。SKS ってね、アイアンサイドめちゃめちゃ大事になってくるんですよね。この、ノーマルなやつが、まあ、見づらくなってくると。しかもこの SKS っていう武器は、ドットサイトをつけれないんですよね。そういう弱点、そういう端子もありますんで、そこで、いいのが、メテオリック。さらにね、これ、ドミニオンミシクの M13 なんで、ちょっとこれ副産物でね、手に入る迷彩となってくるんで、若干、入手難易度、このドミニオンミシク M13 のやつが来ないと入手できないっていうのはあるんですけど、それでもその副産物なんで、まあ、実質これ SKS のミシク迷彩って言われてるんですね。さらに SKS っていう武器自体がかなり強力な武器となっています。なので、俺はね、そのタクティカルスコープとかをつけていいと思うんですけれども、まあ、アイアンサイトで戦いたい方、どんどん近距離で戦いたい、そういうプレイスタイルでやりたいっていう人は、今回のこのメテオリック迷彩必須になってくるんじゃないかなと思ってますね。一応ね、このパーティクルスプリッターとかね、あとパーティカルスプリッタープレステージとかっていう迷彩があるんですけど、ほら、わかる?このアイアンサイトね、明らかに見づらいんですよね。なんかこの変な目みたいな、エヴァンゲリオンリスペクトアイアンサイトって言ってるんですけど、俺は。こういうものがあるし、しかも、レジェンド迷彩って、銃声がね、ちょっとキモかったり、あとは、キルエフェクト、邪魔だったりするじゃないですか。だがたかし、こっちのね、メテオリックっていうこの迷彩は、銃声も別に変じゃないし、ほら、キルエフェクトも出ないと。それでは最後に、俺が一押しするのは、AK-47 のオービット迷彩ですね。またまたこれもクレートのものとなっています。まあ、一応ね、AK-47 って、ミシック迷彩もあって、で、初期武器っていうことで、まあ、こいつほんまにあの初期の、レベル20とかで手に入る武器だったと思うんですけど、リリース当初からある武器ということもあり、かなり迷彩の数も多いんですよね。で、俺が持ってるやつの中で一番良かったのがこのオービットの、3D サイトと。さっきね、CBR4 だったり、999とか、あと RPD とかで、ね、もう嫌ほどね、その 3D サイト、3D サイトって言ってるんですけど、やっぱ 3D サイトは神よ。てか、そもそも CoD モバイルなんてさ、俺これレディエンスとか、あとパンプキンヘッドとかね、持ってるんですけど、これとかね、ラスゴールドか、ラスブラックゴールドとかっていう迷彩持ってるんですけど、使わんからこんな。使わん使わん。あの、18000、ね、動画の企画のために払います。で、次いつ使うか。知らん。次使うか知らん。というのも、COD モバイルのミシック迷彩とかレジェンド迷彩ってめっちゃコスパ悪いんですよ。なんでかっていうとこれね、18000なんですよ。で、2つ我慢したら、まあ26000とか、それぐらい32000とかか。だから、プレステ4買えるんですよね。これ2つ我慢するだけで。で、俺は、そんなもういつ?そう、買って、リリース当初に買って、で、次いつ使うかもわからんやつを、もう青みたいに持ってるんで、だってさ、この AK-47 だけど俺5つ持ってんでね、レジェンド迷彩、ミシック迷彩。普通にこんなようわからんレジェンド迷彩とか我慢したら、プレス病とか、あとゲーミング PC とか買えるのに、ってなることを考えると俺は、まあ、今回のこのオービット迷彩で、我慢しておいた方がいいんじゃないかなと思います。まあこれは亀なりの優しさってやつですね。てな感じで今回どうだったでしょうか。これからもですね、こういった動画上げていきますので、よければ高評価だけでもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。